こんにちは、シュウです。本日クエストやっていきましょう。もしかしたらね、今日が最後のクエストになるかもしれない。時間的に良ければ2つともやっちゃおうかな。とりあえずこれいこうか。竜王ゼローグ出現。ゼローグの竜王ゼローグって進化後なのかな。本編だと闇光吸収あるやつかな。よくわかんないけど、多分吸収ないんじゃないかな。どうなんでしょうね。よっしゃ、いっちゃおう。難易度は確か 3.5 かな。まあ、難しいっちゃ難しいけど、まあ、言ってもだよね、きっと。でん、でーん。お、いいね、前職ある。右上っすよ。ちょっと今言葉出なかったな。右上のあれですよ、前職あるって。たまにこれ見ないでいくとね、闇ねみたいな時あるからね。お、いいね、いきなり鍵付きか。いや、ただ、チェーンさせたくないな。オッケーオッケーオッケー。ブラウンジョーカーね、アーマーも持ってるんで、別に、普通に倒しちゃおう。キー落としたいけど、ちょっと難しいな、落とすってなると。おー、ちょっとどうこれ。2、3、4、5、6。あー、7来ないか。7行けばね、光ってるドロップ来るんで。ちょっと厳しいな。フラッシュバインド。あ、やばい。リーダーバインドされるときつい。オッケーオッケーオッケー。これね、50% で多分弾くんですよね、バインド。なんで今ちょっと、要素あったけど、弾けてラッキーですね。お、これ落とせんじゃん。水落として。うわー、ちょっと今ペン離れたのか。なんか時間が短かった、いつもより。また6コンボかー。これやばいかもな。やられるかな。おー、まあまあ強いけど、耐えれんじゃないかな、これだと。オッケーオッケー。さっきから6コンボ止まりだな。もうちょい頑張りたい。もうちょい頑張りたい。いやー、ちょっとしょぼいか。1、2、3、4、5、6、7。あー、こう。落ち込んが1個も来ないな。1個ぐらい来てもいいんだけど。次、闇なしか。結構ぐだってんな、ここで。回復しっかりして。いいんじゃない？ 1、2、ただね、闇ないからね、なんとも言えない。一応10コンボはいった。オッケー。いい落ち込んすね。お、いいね。光ってるドロップ2個あるから、このまま敵に当たらずボスまで行ければ意外と嬉しいと。ゲートが使えるようになった。左かな？上かな？うわー、結構邪魔だなー、これ。ここ道狭いからね、当たりそう。うわ、しかもいない。おー、私ね、前も言ったんだけど、結構、次に行く道探すのが下手で、これ下のマップほとんど出てるんですけど、まだ行くとこ行けないっていうね。ほら、この、ちょうど行ってないとこがこの行く道なんですよ。お、ここも鍵付きか。珍しいな、2連続鍵付きダンジョンって。いたいたいた。おお、一脇か。ここできれば倒しときたいな。光落としてだね。光落として。いやー、これ闇入ってないじゃん。闇入ってない。5、6、7、8、9。オッケー、これ副属性で行ってくれんじゃないかな。100倍出てるし。オッケーオッケー、行ったね。ここは避けて。お、いいね。行っちゃおうか。お、しかも大きいに溜まってんじゃん。うわ、すごい。全部鍵付きだ。こっちから行こう。初めてだな。3回連続鍵付きダンジョン。おー、いきなり行く道あったけど。いた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 。
ここも決めていきたいな、ちゃんと倍率。敵が多いとね、ワンパンされる恐れもあるんで。やばい。オッケー、落としてるね。いや、光落としてないか。多分、行ってくれるかな、これでも。行ってるか。まあ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 。回復がめちゃんこ多いな。お、いいんじゃない ?1、2、3、4、5、6、7、8。で、次闇ないのか。どうしよう、ドロップ変換しようかな。いや、いいな。これ攻撃耐性とか使わないで普通に組んでっちゃう。オッケー。ダークアイ。うわー、バインドか。うわー、すげえ、バインドプラス、指奪いか、やるな、お前。落ち込んがね、全然来ないんですよね、さっきから。もう本当に来ないな。ちゃんと組んでこう。ちゃんと組んでこないと、最近は落ち込んが来ないから自力で行かないと厳しいものがある。あー、ちょっと今もったいなかったな。青ドロップ消せた。オッケー、ただ落ち込み1個来てくれた。ありがたい。なんか操作時間短いなと思ったらバインドされてるからかな。よっしゃ、行こうか。結構ね、難しいっていうか、大変だね。階層も長いし、鍵付きだし。おー、ここもか。すごい。歯応えのあるダンジョンだ。うわぁ、クソ外したか。しかもまだ続くんだね。長いね。こっち行ってー。やっぱね、闇の街の最後になってるからダンジョンも長くなってんのかな。全然いない。いない。うわぁ、やっと見つけた。結構ドラウンジョーカーがね、野生でめっちゃいるな。いや、これ下手だな。どうしよう。オッケーオッケー。今落ち込んでなんとか。よっしゃー。でもまだボスじゃないんだもんね。確か青だったなー。次に進む道が。で、ここで戻りのー。あ、明日っていうか、動画公開日が今日かな。今日あれありますよね。パズドラクロスの大会っていうか、その公式放送っていうのかな。で、勝った人の予想っていうか、強化してほしいモンスターが強化されるみたいな。で、あれってそれだけなのかな？モンスターの新しい新情報とか来てくれんのかな？本当にパズドラクロスだけなのかな？どうなんだろう？新情報あれば嬉しいなって感じなんですけどね。ていうか、ここも鍵付きか。めちゃめちゃ多いね、本当に。わー、なんだっけ？短縮か、指奪いか。
ッケー。回復止めてたらよかったけど、まあこれでもいいんじゃないかな。多分次あたりボスだと思うな。結構もう階層進んでるもんね。上かな？違うな。おお、下に主いる。なんだろうこれ。大国か。まあ大国は持ってるし、ソウルアーマーもあるんで、もう手に入れる必要はないんじゃないかな。大国はね、複数体いらないのかな。1体あればいいよね。くそー、とことん外れるな、行く道が。こっちか。左下かな、きっと。うわー、邪魔だよ、君。ほら、当たんじゃないかな。もうちょい進んで。いけるかな、これ。よしよしよし。まあ、奥に当たってもね、100倍出せばきっと勝てると思うんだけど、まあ、安全を期して。よっしゃ、やっときた。ゼログと戦うのストーリー上でもなかったから、初めてか。うわー、でっけえ、強そう。めっちゃ強そう。なんか遊戯王とかに出てきそうな感じするな、モンスターのシルエットっていうか、見た目が。え？なにこれ？あ、これ闇研修のやつかな。おぉ。お、これしかしてこないなら勝っちゃうよ。いいの？これ攻撃耐性闇からの、これはもらったでしょう。1.5 倍円波かけて、多分威嚇効かないね。てか最初状態と無効してたもんね。で、ここで確実に組んでいきます。水組みたいな。水持とうか。やばい、これ繋がりいいのだ。やばい、完全にやらかした。うわぁ、そうか。なんかさっきから指短いなと思ったら指奪われてんのか。いつ指奪われたっけ。リリスかな。いやー、今もったいないな。うわ、チェンジ頭で上書きできんじゃん。久しぶりにチェンジ頭溜まったね。何年ぶりだ。これ使って、チェンジ頭は使うとね、結構余裕あるんで、これでは組める。お、いいね。で、光ってるドロップなしなんで、1個落ち込んくれば OK。1個落ち込んくれば100倍。ああ、ただ、円波かかってんのか、チェンジ頭で。3倍か4倍。確か4倍かな。おお、しかもドロップ。いいっすね。進化前で落ちるのか。ヘビーメタルドラゴン。お、ヘイスト付き。味方スキルが2ターン溜まる。時間早かったらね、もう一個やろうと思ったんだけど、結構いい時間なんで、今回これで終わろうか。次回最後のクエストやっていきたいなと思います。バイバーイ。